準備はできてますか？ラスト3試合、みんなで大きな拍手、このゲーム楽しんでいきましょう。大きな拍手いきましょう。さあ、どっちが勝つ？ DJ エミリー、レッツゴー。10分のゲームがスタート。試合時間はわずかに10分です。もちろんこの競技、本日もオリンピックと同じルール、オリンピックと全く同じ公式ルールでお届けします。10分間でより多くスコアしたチーム、あるいは先に21点取ったチームのノックアウト勝利。得点は1点と2点がこの競技のスコア。このスピードは伊藤直人、品川の13番の選手、yes. これ先日別の大会で見てて、はい、半端じゃなかったんですよね。半端じゃないですね。なんか見覚えあるなと思ったら、あのかましてくれた彼でした。そうなんです。注目の男は13番の伊藤直人。奪った、武田、シュートに対するファールをゲット。フリースローワンシャー。キック、この攻撃決めましたね。アルセのこの確率、4対0。まずはブルー、今シーズンランキング1位の品川 CC ワイルドカッツが先手。ナイスムーブ、下山ワンポイント、これで4対1。さあ武井、ショットクロックバイオレーションです。あっという間の12秒、12秒以内にシュートを打たなければ攻守交代となります。おー、このコンビアゲイン、伊藤直人からのパスをことごとく沈める成瀬。ナイスショー。信州黒の5番やっぱやばいっすね。信州、はい、は5番と15番のプレイヤーがもともとプロ B リーガーだったっていうことをさっき聞きました。そうですね、下山選手、そして5番のこちら武井選手も5人制のプロとして活動しておりましたので、うおー、シュートに対するファールをこう、ナイスショー。伊藤パンチ、
湯畑ダイナブラックス武井下がって2を狙う。今度は品川 CC ワイルドキャッツ。では柔らかいショット。5番ナルスですね。使い切らせましたね。Yes. クリオ。伊藤直人。ここはナイスカット。ダンク。7対6と1点差。残り試合時間6分ですね。Yes. ツーポイント。また成瀬。アルセやばいね。ディフェンス、これもナルセ。アルセいいね。そろそろ言えちゃうね。品川 CC ワールドキャッツブルーは3つ目のファール。品川の7番、ネイビーの7番、出羽さんですね。出羽良一、趣味が登山らしく。なるほど。登山で培った体感がやばいらしいです。品川 CC はこの7番の出羽選手、もうチームの創設時からこのチーム顔として存在感抜群発揮しております。地元千葉は市船魂です。しっかり今日もお家芸のあのフリップメッセージ、応援ボードを聞いてます。おおおおおおお、1点差ですね。試合時間は残り5分を切りました。両チームとともにチームファウルは3つとなります。さて、買い物途中の皆さんも現在こちら3人制バスケットボール 3x3 今シーズンのチャンピオンを決めるファイナルゲーム準決勝が行われております。
オリンピック種目でもあるこの 3x3、 このようなスペシャルなロケーションでもこの競技性を遺憾なく発揮できるブランニュースポーツです。楽しんでいってください。とか言ってる間にまたしても成瀬が2をヒット。いい展開です。ダイブ出てきた。ではレフトハンドでは両1位。さあ試合時間残り4分ですね。得点は12対9、12対9と3点のリード、青品川 CC ワイルドキャッツ。武田岩田で打てるか。惜しい。伊藤ワンポイント。ヌース山瀬だって。出ちゃったよ。今日の成瀬止まりません。タイムアウトです。タイムアウトは信州松本ダイナブラックスがコール。いや、やばいっすね。成瀬やばいね。試合時間残り3分半で15対9で、品川が勝ってますね。品川ですね。今日ももう何本目に決めてんだ成瀬。ほんと成瀬やばいな。ボーナスです。ボーナスワンショット。スリーポイントプレーなるか。フリースローもしっかり決めた。16点目、16対9。品川21点を見てますね。なんとかここでビッグプレーが欲しい。2ポイント決めた。おすぐ返した。武井の連続2。ラインクロース。さあディフェンスで流れを持ってこれるか。18対11。12点ですね。18対12。13。5点差。キープ武井。品川 CC
飛び込んでくる。しっかり決める。19点です。品川 CC ノックアウトまであと2点。タッシュトンネル守った品川 CC。 ではが残り2分を切った。武井の2、ここはファウルだ。さあ品川あと1点でノックアウトです。マッチポイント。ツーポイント、流れながらもツーポイント見事にメイク。5点差ですね。5点差残り1分半。ここのディフェンス中に入る。シックスファールです。6つ目のファール。ダイナブラックス成瀬伊藤。おー、決めるか伊藤。 KOトライクロス2023-24 シーズンファイナルズセミファイナルゲーム1、品川 CC ワイルドキャッツ VS 信州松本ダイナーブラックス。ファイナルスコア21-15、ウィナーは品川 CC ワイルドキャッツ。コート中央は信州松本ダイナーブラックス。今日も最後までホットな戦い見せてくれました。また来シーズンに期待しましょう。